りも素晴らしいですね。これはまたエレガントな1953年式のベントレー R タイプドロップヘッドクーペ、バイクラバーという車でありまして、まあ、ベントレーという車で、さっきも何台かご紹介しましたけれども、この R タイプというのは戦後の、まあ、初期の頃の、まあ、なんていうかベントレーの名声を、まあ、再び戦後高めた、車と申し上げてもいいでしょうね。でこのグラバーというのはやっぱりそのポーチビルダーの名前でして、横に小さくグラバーというエンブレムがついてますけれども、これスイスのポーチビルダーということで、あのこの R タイプのベントレーの中でも、まあ、イギリスのジェームズ・ヤングとか、チービルダーとかパコードとか、あの有名なポーチビルダーがたくさんある中では、まあ、ちょっと珍しい、タイプのボディを乗せているということですね。あの今までの車より全然こう長いですよね。あ、そうかもしれないですね。東京の狭い街、道大丈夫ですよね。はい、4.5 リッターぐらいですかね、の、 あの、直六のエンジンを搭載していると、いうことだと思います。まあでもこの黒がまた素敵ですね。エレガントですね。本当かっこいいです。はい、ぜひ気をつけて。 This is a beautiful car. Have a wonderful drive. いってらっしゃい。本当素敵ですね。